このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、心を閉ざした猫が初めて手からおやつを食べた日ということでね、この子がシェロンちゃんって言います。で、シェロンちゃんっていうのは、ね、もう来た時から極度に人間を怖がっていまして、もう全然触れなかったんですよね。で、以前だったらもうケージの前に立つだけでシャーシャー言ってたんですけれども、最近ね、ようやく触れるようになったかなっていうんですけれども、まあ、やっぱ日によってはこんな感じで、シャーシャー言ったりとかね、噛もうとしたりとかするんですよね。今もすごいシャーシャー言ってるでしょ。ね、耳もね、ピタッと伏せて、やっぱ怖がってますよね。ね、心に傷を負ってしまったみたいなのでね、今猫パンチしましたよね。なかなかね、一進一退、前回の動画でシェロンちゃんは触らせてくれたんですけれども、もう本当この日はね、全く触れなかったんですよね。まあ、長い棒で距離を取りながらなので、ちょっとね、触られて、気持ちよさそうな表情もしてたんですけれども、でちょっとおもちゃで気を紛らわそうかなとしてるんですけれどもね、全く反応ないですよね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。ね、すごいね、えにわさんもね、シェロンちゃんのね、心を開こうと頑張ってるんですけれどもね、なかなか大きな傷だったんでしょうね。この子の名前の由来が、ドラゴンボールのシェンロンなのでね、仲良くなれたら願い事が叶うかもしれないですよね。ということで、一度ね、おやつを見せてみたいと思います。ただね、猫兄さん、この時ね、猫パンチされてたので、ちょっとね、距離を取るというか、若干ビビってました。ただ、まだね、おやつが目の前にあるっていうのがあんま分かってないみたいで、警戒はしてますね、かなり。でも、ちょっと匂いがしてたのか、ね、ふんふん匂ってますよね。食べてくれましたね。これで、おやつの存在というものが、シェロンちゃん分かったということで、ちょっとドキドキしてるんですけれども、ほら、今、慎重にね、おやつを目の前にすると、ね、食べてくれましたよね、今。で、手をペロペロしてくれて、これ初めてですよ、手をペロペロしてくれたのが。ただ、まだね、耳が警戒してますね。で、手で行くのはちょっとね、危なそうだったので、というか多分猫パンチしそうだったので、また、おもちゃというか棒で触ってます。もう一回行くと、またふんふんしてますよね。ね、また食べてくれましたよ。あ、落としたかな、今。食べた後、口から落ちたのかもしれないんですけれども。ねー、よかった、でも。で、これでね、また手から食べれるようになるのかなと思うのでね。ね、まあ、すごい綺麗な子でしょ、長毛さんですし。ですのでね、もうちょっと人にね、人って安心できるんだよっていうのが分かってくれれば、この子もね、もっと甘えたりとかできると思うのでね、もうちょっとね、猫兄さんも頑張ります。シェロンちゃんね、可愛いので。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫のえにわさんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ、多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので。